週末はよく友達のガレージに行く。そこはスキーやサーフィン、ゴルフ、テニス、天体観測などあらゆる遊びの道具が詰まった大人の秘密基地のようなガレージと、まあここまでは普通の話。実はガレージの主の N 博士は1万年前に地球に来た宇宙人である。彼が持っている車はなんと時空を超え好きな時代や場所に行くことができる。ガレージは不思議な冒険の入り口。さあ猫のピートを連れて今日も新しい遊びに出かけよう。ゴールデンウィークかと言っても、僕はいつも通りこうして博士のガレージに行くことぐらいしか予定がないんだよな。あ、ピート、ガレージの外でどうしたんだ。わあ、またガレージから煙が出てる。先週よりすごいぞこれは。あ、火事か、これ火事か、大変だ。三菱自動車、ピートの不思議なガレージ。うわっ、すごい煙だ。あれ、でも香ばしい匂いだな。いらっしゃいませ。お一人様ですか。博士、何言ってるんですか。一体何ですこの煙は。はい、我が N ボトルコーヒーではコーヒー豆を自家焙煎しておりまして。 N ボトルコーヒー、なんだよ、もうノリが悪いやつだな。今流行ってるだろう、ブルーボトルコーヒー。ああ、コーヒー界のアップルとか言われてるアメリカから新しく来たカフェですよね。そうだ、ブルーボトルコーヒーは創業者のジェームス・フリーマンが2002年自宅のガレージで自家焙煎コーヒーを始めたものだと聞いてた。で、俺もやってみようと思ったらこうなっちゃった。もうにしてもすごい煙ですよ。まあ焙煎には煙がつきものだからな。しかしだ、自分で焙煎したコーヒーはやはり一味も二味も違うものだぞ。あ、まあ、僕もコーヒーは好きだけどそこまでこだわりはないな。なあ新一、お前口下手だよな。え、まあそうですけど。そうだよな、告白できなかったもんな。言葉で伝えるのが苦手なタイプだ。蒸し返さないでくださいよ。例えばだ、お前が元子ちゃんと二人でドライブして景色のいいところで元子ちゃんのためにうまいコーヒーを入れる。え、僕が入れるんですか。そう。え、その場で。そう。ああ、まあ僕の車電気が取れるんでポットでお湯はできますけどね。え、それでうまいコーヒーを入れて何なんです。愛しているのサインだろう。は、ドリカム。なあぼっこ、そういうシチュエーションってキュンとくるよな。ええ、キュンとくるわね。あ、ぼっこさんいたんですか。いいか新一、女性にとってうまいコーヒーを入れる男は壁ドンよりもキュンとくるもんなんだぞ。らしいぞらしいぞ。ちなみに私のデータによると壁ドンはただしイケメンに限るという条件が発生するけど、コーヒーにはそうした条件がいらないから新一には向いてると思うわ。余計なお世話ですよ。というわけでだ、今日は美味しいコーヒーの入れ方についていろいろ勉強していくとしよう。さあ便利カーに乗れ。はい、ピートはガレージの煙を嫌がって外に、いたいた、おーいピート、おいで。ああ、そうだボッコ、コーヒーの焙煎よろしく頼むぞ。分かったわ。それじゃあシートベルトを締めたらヒャウィーゴー。 If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks
on Route 66. Get your kicks on Route 66. 三菱自動車ピートの不思議なガレージ。このお話はドライブアットアース三菱自動車がお送りします。到着だ。松竹芸能新宿角座にやってきた。え、ここって芸人さんが漫才とかやってるところですよね。そうだ。コーヒーとは関係ないんじゃ。実はここに深く深くコーヒーを愛してやまない男がいるんだな。ほら、いたぞ、平岡くん。 N 博士、こっちですよ、こっちこっち。ちんいち、こちらはお笑い芸人コーヒールンバの平岡幸男くんだ。平岡さんがコーヒーを愛してやまない男。ああ、そうだな。平岡くんはかつてタリーズコーヒー3店舗の店長を務めた伝説の男で、今も日々コーヒーについて勉強しているんだ。お笑い芸人なのに日々コーヒーの勉強を。平岡くん、美味しいコーヒーを入れるコツ、ちょっとこいつに教えてやってくれるかな。 N 博士、任しといてください。よろしくお願いします。例えばなんですけど、はい、家でもちょっとしたことで美味しいコーヒーが飲めたりとかっていう方法ってあるんですか？やっぱり豆を飲む直前に挽くっていうのはすごく大事なことで、まあ、よく知られてるとは思うんですけれども、その上で豆によって入れる温度をちょっと変えるっていうのが美味しさの秘訣だったりするんですよね。入れる温度っていうのはお湯ってこと？お湯の温度ですね。例えば産地ごとにちょっと豆の好きな温度があるんですよ。ブラジルの豆は85度から90度ぐらいのお湯が好きで、エチオピアの豆はそれよりも低い80度よりちょっと下ぐらいの温度が好きとか。でもそれってちょっと分かりにくいじゃないですか、はい、家で入れるときって、うん、なので沸騰してから2分待って入れるとか、そういう風にちょっと温度を変えるとグッて甘みが増すんですよ。本当にちょっとした例えば1度2度とか、はい、5度の違いでそんなに味って変わるものなんですか？5度はべらぼうに違いますね。はい、結構コーヒーって味を表すときに苦味がとかって言うじゃないですか、はい、実は美味しいコーヒーって苦味ないんですよ。え、ブラックで飲んでもですか？ブラックで飲んでも苦味って本当はないんですよね。なんか好きじゃない温度で入れてるから苦味が出るんです。人間と一緒なんです。嫌なことをやらしたらやだやだって言うじゃないですか、はい、それが苦味なんです。本当ですか？好きなことやらすとずっとやるじゃないですか、子供とかでも。それが甘みなんです。じゃあいい温度で入れてあげれば、はいはい、苦味がなくなる。苦味がなくなってすごく甘さとか香りとかがグッと増してすごく美味しいコーヒーが飲めると。それは全然知らなかったです。はい、手順としてはじゃあまず豆は飲む前に直前に挽く、はい、挽く、そうですね。でお湯を沸かして、でその好きな温度に設定してもらって、そしたらですね、コーヒーのドリッパーっていうですね、まあ三角のありますよね、はいはい、そこにペーパーをセットします、はい、そこにまずお湯をさーっとひとかけしてください。え、コーヒーを入れる前にですか？あ、コーヒー入れちゃダメです。え、まだペーパーだけにお湯をかける、はい、ペーパーをセットしたペーパーだけにお湯をさーっとかけてください。それ何のため？それはですね、ペーパーが乾いててその上にコーヒーを入れて注ぎ始めちゃうと、コーヒーの最初の美味しい一滴目ってわかりますよね。一番美味しい、あの、まあ、味がしっかり染み込んだ一滴目がペーパーに取られちゃうんですよ。あ、乾いたペーパーが、はい、吸い込んじゃって、はあ、その一滴目欲しいじゃないですか、飲みたいじゃないですか。ちょっとそこまでは思ったことなかった。一滴目欲しいと思わなかったですか？一滴目も二滴目も最初に別に変わんないと思って。じゃあ一滴目飲んでほしいな。それをペーパーに取られないためにまずこうお湯で浸して、まあ、一滴目落ちるとペーパーに吸われずに下に落ちるんで、まあ、あの美味しいコーヒーになっていくと。当然ですけど、はい、お湯をまずかけて、はい、で下に溜まるじゃないですか、はい、それは捨てた方がいいんですよ、そのお湯は。そうですね、お湯をパーッとかけて、ま、その捨てる時にちょっとこう振っていただくと、その下のサーバーって言うんですけれども、温度が温まるので、その落ちてきたコーヒーが冷めることなくここに溜まっていくので、そういう保温効果っていうのも一石二鳥であるんです。じゃあ
湿らして温めて、でいよいよコーヒーを、コーヒー豆を入れて、うん、そこからお湯を注ぎますよね。で、まあ、全体的にさーっと湿らせて、まあ、一回しぐらいですかね、お湯を一回しぐらいさーっとして止めます、お湯を。そして10秒数えてコーヒーがポタポタ落ちるぐらい、これが一番いいお湯の量です。ちなみに平子さんは豆を買ってきて、はい、で自分で引いてやっぱり飲むわけですよね、はい、まあ、そうですね、自分で買ってきて飲む時もありますし、自分の家で豆を焙煎して飲む時もあります。豆を家で焙煎する？はい、そうですね、豆を煎る熱を入れるあの焙煎ってそのなんとなくちょっと分かるんですけども、はい、具体的にはその豆を焼くってことですか？そうですね、生の豆を火に炙らせて熱を入れるっていうことなんですよね。そうすると茶色い豆になるんですけれども、はい、熱を入れる前はコーヒー豆は白かったりとか、産地によっては緑色だったりとか。え、白かったりするんですか？そうですね、コーヒーって茶色っと豆じゃないんですか？あれはもう熱が入ってるから茶色い。はあ。で、火の入れ方によってその茶色もすごい薄い黄土色みたいな茶色から黒、もう真っ黒ぐらいまでいけたりするので、それもやっぱり火の入れ方によって違うんで、コーヒー豆といってもいろいろあるということですね。その家でこれ焙煎をするっていうのは、はい、白いまた緑の状態のコーヒー豆を買ってくるんですよね？買ってきます。それ普通に売ってるものなんですか？意外に売ってたりします。あとはもうインターネットとかでもいい豆買えたりするので、それでも最初はいいかもしれないですね。焙煎前の状態、前の生豆とか木豆とか言われますけど。ちなみにその焙煎後の豆よりも安いんですか？はい、安いです。だいたい3分の1ぐらいで買えるのかな。結構安いんですね。そうですね、焙煎料で、焙煎すごく手間がかかったりするので、まあ、その分安くなるんでしょうけど。じゃあそれを買って、で家でやるわけですよね？そうですね。どうやって焙煎するんですか？これ、ね、意外と簡単なんですよ。銀杏を焼く網みたいなのあるの知ってますか？手網って言うんですけど、ポップコーンやるような、はいはい、あれを使ってコーヒー豆を家のガスコンロで炙るんです。え、じゃあ入れて火にかけてそれをこうずっと普通に火の上でこうずっと回したり、回して炙ってるんですね。それだけで実は焙煎ってできるんですよね。どれぐらいやっとくものなんですか、普通の焙煎では？だいたい10分から15分ぐらい振り続けます。あ結構大変です。結構大変ですけど慣れるまではって感じです。シャカ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 と。例えばずっと火に当てっぱなしだと焦げちゃったりするってこと？焦げちゃいます。一部分だけ焦げてもダメなんで、そう焦げないようにずっと回してるっていうことですね。あ、結構煙が出たりとかしないんですか？出ます煙も、あとすごい香りが出るんですよね。あ、その香りはコーヒーの香りですか？コーヒーの香ばしい、すっごいいい香りが出るんですけど、急に家でやると隣の家の人はびっくりします相当なんですね。相当出るんですよ。もう家の中がすごいコーヒーの香りで充満するぐらい、コーヒーの香りがブワーって出るんですよ。まあ、周りの方に気を使いながらやるっていうのが一番いいですけど。そうです、はい、煙の量もすごい出たりする？煙も結構出ますね。あとはコーヒーの豆、木豆ですね、生の豆についてる皮がちょっとついてるんですよ、薄皮というか。それが熱することによって剥がれていくんですけど、その皮が結構な量出るんですね。だからもうガスコンロがもう皮まみれになるんでその掃除の用意だけはちょっとしといてもらった方がいいです。でもこう初心者がまあ焙煎いきなりやってもなんとかなるものなんですかね？これなんとかなります。意外にコーヒーできたなと思います。最初才能あるんじゃないかなって僕は勘違いしちゃいました本当になんかすごい、あ、コーヒーこんな感じこんな感じってみるみる変わっていくんですよね、色が。じゃあ例えばポップコーンのこう振るようなやつみたいなものさえあれば、はい、もう入れちゃってコンロにかけちゃってで7分ぐらいでパチ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 って言い出すんですよ。豆がパチ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 って言うんですよ。それが1ハゼって言うんですけど、それをもっと超えて10分超えたぐらいで2ハゼっていうのが来るんですけど、ハゼるってこうパチって言うってことなんですけど、パチパチじゃなくてピチピチって言うんですよその違いは本当に分かりますか？分かります。パチパチじゃなくてピチピチって言うからで、知ってたらピチピチって言ったって思うんで本当ですか？はい、まあ、その前後ぐらいで自分の好みでもう上げていただくっていうのが目安ですかね。
Oh, this is so crazy to be carrying on this way. I mean to say I never loved someone like you. I'm trying hard to make you stay. Don't leave me, and even if you think I'm busted, pretty mama, won't you hang around? Even though I know you're gone insane, I don't want to live without you, babe. I'm just waiting for you to come around. Say that you ain't coming down. Baby, I feel it's time. Then maybe I put you down. I put you down, put you down, put you down. I wanna put you down, put you down, put you down. I'm gonna put you down. I'm gonna put you down. Lord knows I put you down.三菱自動車ピートの不思議なガレージ。唐沢俊明です。日本のドライバーの1日平均走行距離は 95% の人が60キロ以下だから、60キロ電気だけで走れる PHEV は平日ガソリン代0円。新車購入検討者の 75% が電気自動車はロングドライブに向かないと思っている。でも PHEV なら電気時々ガソリンでどこまでも遠くへ走れる。経済性と走る喜びの両立を諦めない、それが PHEV ライフ。三菱アウトランダー PHEV。 今三菱自動車のお店でアウトランダー PHEV を1泊2日無料レンタル中。ツインモーターによるパワフルな加速と EV ならではの静かでスムーズな走り、自分で発電するから電気切れの心配がなく、ロングドライブが可能。さらに給電機能を使えば 1500W までの電化製品を使った新しいアウトドアライフを楽しめます。乗れば乗るほど実感できる PHEV の魅力をじっくり味わってください。さあ、新しいカーライフを、レッツ PHEV。 1泊2日無料レンタル実施中。詳しくは三菱のお店。ところで打診1、日本でコーヒーが飲まれるようになったのはいつからか知ってるか？文明開化後ですかね。あ、いや、江戸時代かな。あ、え、でも日本人は最初からコーヒーが美味しいって思ってたんですかね。そうだろう、そこだろう。それでは日本のコーヒーの歴史にヒアウィーガー。1804年、江戸時代中頃の長崎の出島にやってきたぞ。うわ、大きな船だな。ん？おお、あれはオランダ船だな。あ、そっか、鎖国時代でも出島ではオランダと貿易をしていたんですよね。そうだ、船の中に入ってみよう。はい。おっと、いたいた。え、誰なんです？向こうのテーブルでオランダ人と一緒に座っているのは太田植山人という長崎の役人だ。有名な文人でもある。そしてかなりの美食家だ。とするとこれがカウヒーかな。ええ、太田殿、どうぞ召し上がってください。これがカウヒーか。誰か、これはどうですか。すまない、ちょっと風に当たってくる。あれがカウヒーとは。あの、なんだね君は。ちょっと見てたんですけど、
さっきあなたが飲んでたのって。ああ、君もカウヒーに興味があるようだな。しかし悪いことは言わない。やめておいた方がいい。私も今日初めて知り合いのオランダ人に飲ませてもらったが、あんな味とは思わなかった。口に合わなかったですか。うん、焦げ臭くて味わうに耐えずといったところだな。そうだ、今度書く随筆にもそう記しておこう。では失礼する。焦げ臭くて味わうに耐えずか。太田食産人は随筆競歩遊鉄の中でコーヒーを飲んだ体験をそう記している。これが日本におけるコーヒーについて書かれた最も古い文献だ。つまりコーヒーはまずいっていうのが日本におけるコーヒーの初めての記録か。それが今や空前のカフェブーム。コーヒー好きの日本人からは考えられないよな。ではお次はだ、日本で最初に本格的な喫茶店が誕生した時代に飛ぶとしよう。到着。明治21年1888年の東京下屋だ。立派な洋館ですね。ここが日本最初の喫茶店ですか。そう、カヒ茶館だ。さて中に入ろう。あれ、みんなビリヤードをしてますよ。そう、ここカヒー茶館は1階はビリヤード場になっているんだ。コーヒーを飲むなら2階だぞ。階段を測ろう。見ろ、インテリそうな青年たちがコーヒーを飲みながらトランプをしたり議論に花を咲かせているぞ。の、君たち猫を連れているのか。あ、すいません。まあいい、可愛い猫じゃないか。ところで君たち、このカヒー茶館は実にハイカラだろう。そうですね、1階にビリヤード場があって驚きました。それだけじゃないぞ。このカヒー茶館には国内外の書籍や新聞が取り揃えてあるし、シャワー室も設備されている。え、シャワー室まであるんですか。このカヒー茶館は外務省に勤めていたテイ・エイケイが我々大衆のための新しい社交サロン、知識の共通の広場として始めたものだ。鹿鳴館のようなバカ騒ぎとは違う、真の社交場と言えよう。ああ、そうだ。とはいえここのコーヒーは1杯1,500厘、かけそばが大体2杯は食べられる値段だから我々庶民にはやや高い。おい、このハイカラな社交場でしみったれたことを言うな。そういう君だってコーヒー代を払わず1階で玉突きばかりして遊んでるじゃないか。黙れ黙れ。とまあ、日本初の本格的喫茶店カヒー茶館は若者の知的な社交場として誕生したんだがな。やがて経営が行き詰まり、4年後の1892年に閉店してしまうんだ。そうだったんですか。しかしその後明治後期には銀座にカフェパウリスタ、カフェプランタン、カフェライオンが次々と誕生し、日本のコーヒー文化は一気に華やかになるんだ。あとは、そうだ、日本のコーヒーの歴史を語るにはこの店の登場も欠かせないな。到着。1996年東京の銀座だ。何なんですかこの行列は。何って、スターバックスコーヒーに入るための行列じゃない。え、スタバの行列。そうだ、この1996年は日本1号店となるスターバックスコーヒー銀座松屋通り店がオープンした年なんだ。それにしてもずっと並んでるのよ。まあ8月にオープンしたばっかだから仕方ないんだけどね。ということは
スタバって日本に来て今年で19年になるのか。ああ、暑いわ。早くフラペチーノが飲みたい。頑張ってください。博士、それにしてもすごい行列でしたね。そうだな。スタバといえば日本のカフェブームの火付け役でもあるからな。今年の2月に清澄白川でオープンしたブルーボトルコーヒーも多い時は4時間待ちだったってニュースでやってましたよ。日本人ってかなりのコーヒー好きなんですね。なあ、江戸時代の太田食産人にも教えてやりたいな。ではそろそろ現代に戻って美味しいコーヒーについてさらに聞いていこう。三菱自動車ピートの不思議なガレージ。こんな家飛び出してやる。待て、お父さんが飛び出させはしないからな。いや、飛び出してやる。お前のことを考えて言ってるんだ。とにかく飛び出すんじゃない。三菱の EK も飛び出さない。ブレーキと間違えてアクセルペダルを踏んでしまっても飛び出さない EK。 誤発進抑制機能を搭載。なあ、腹を割って話そう。さあぶつかってきなさい。いや、親父とはぶつからないよ。いやいや、思い切りぶつかってきなさい。だからぶつからないんだって。三菱の EK もぶつからない。街中で前の車にうっかりぶつかりそうになってもぶつからない EK。 停車側域衝突被害軽減ブレーキシステムを搭載。飛び出さないとぶつからない、2つの安心、ダブルセーフティー。 EK はもっと EK に。三菱 EK シリーズ。システムの作動には一定の条件があります。詳しくはホームページをご覧ください。うちの軽自動車、後ろの席までエアコンの風が届きにくいのよ。 EK スペースなら後部座席まで風が届く。軽スーパーハイトワゴン初リアサーキュレーター、33の思いやり機能の一つです。大きな軽を思いやりの軽に。三菱 EK スペース。詳しくは三菱のお店で。ハリオ株式会社に到着だ。ハリオ、え、知らないのか。ハリオのドリッパーといったらプロが愛用することでも有名じゃないか。N 博士、こんにちは。いやー、辻本さん、お邪魔しています。新一、こちらはハリオ企画広報部の辻本真理さんだ。辻本さん、こいつコーヒー器具についてあまり詳しくないんですけど、いろいろ教えてやってもらえますか。はい、いいですよ。家でコーヒーを入れようと思った時に最低限必要な道具っていうのは何が必要なんですか。そうですね、一番ご家庭で簡単にできるコーヒー器具として、方法として、ペーパードリップの入れ方がいいと思うんですね。そうするとドリッパーとペーパーフィルターですね、コーヒーの粉を入れるペーパーフィルターと、それからコーヒーを落とすポットですね、コーヒーサーバーと思います。あとお湯を注ぐ時のやかん、ケトルなんですけども、まあご家庭の普通にあるケトルでもいいんですけども、コーヒー用の注ぎ口がちょっと細くなっているものがあるんですね。注ぎ口が細くなっている、はい、そういったものを使われるとより簡単で美味しいコーヒーが出られます。え、なんで注ぎ口が細い方がいいんですか。あ、注ぎ口が太いと、もういきなりお湯がドバッとたくさん出ちゃうじゃないですか。はい、細いとお湯の注ぎの量をコントロールできるんですね。注ぎ量が少ないからお湯をたくさん入れようとか、ある部分だけ入れようとか、それから注ぎのスピードですね、傾けてどんどんお湯の量を増やしていこうとか、ゆっくりしようとかっていう、お湯の量とかスピードをコントロールできる。普通のやかんで一気にこうドバッて入れちゃうと、そう、よくない。で、普通のやかんだとどうしても注ぎ口が太いから傾けるとどんどん出ちゃいますよね。でもそっちの方がなんか早いかなと思っちゃうんですよ。コーヒーを入れるときはいきなりたくさん入れてしまうと、せっかくのコーヒーの美味しい旨味成分が上手に引き出せないです。じゃあコーヒーを入れる専用のケトル、ケトルあるとプロでなくても美味しいコーヒーが入れられます。ケトルも結構重要だと思います。
そこがなんか今までお湯入れるだけだしっていうことで、うん、夜間とかあれでそのまま簡単だしと思って、うん、それ専用のものがやっぱりあった方がいいんです、うん、そうですね。どんなバリスタでも普通の注ぎ口が太いケトルだと美味しく入れられないと思います。今こうおっしゃっていただいた道具の中にもいろいろ種類があるものなんですか、はい、うん、そうですね。コーヒードリッパーというものについてもいろんな形種類があります。ハリオではこのドリッパーがすごい有名っていうふうに聞いたんですか。ハリオの V60 っていうドリッパーはです、ね、塩水系なんです。塩水系、はい、でメリタさんカリタさんって世界的に有名なところは横から見ると台形、確かに塩水ではないですよね。はい、カリタメリタっていうのもそのコーヒー器具のメーカー、そうですね、メーカーさんです。でそのドリッパーに穴があるんですけども、コーヒーを抽出するための穴も、まあ、いろいろ各社さん、まあ、いろんなコーヒーの入れ方の思想がありまして、うん、メリタさんは小さな一つ穴で、カリタさんは三つ穴、穴が小さいのが三つ開いてるんですね。三つ、うん、でハリオはハリオで一つ穴なんですけども、ハリオのドリッパーはちょっとこちらにあるんですけども、こう見ていただくとですね、はい、すごく大きな穴、大きいですね。なんかそのままなんか全部お湯がもうどんどん落ちてきますよね。どんどんできるだけ通過させたいために大きな穴にしてます。一つ穴直径2センチぐらいですか。そうです、 1.5 とか、なんか大きい、結構大きいですね、はい、でハリオの V60 の、まあ、考え方は透過法って言って、お湯をコーヒー粉に溜めないでどんどん通過させていってコーヒーを抽出するっていうやり方なんですね。ハリオではこの大きい穴のドリッパーしか作らない、うん、はい、このペーパーを使うタイプはこの一つになってます。でも例えば穴がちっちゃかったりとか、はい、3つある、はい、大きいっていうことによって入れ方とか、はい、味は結構変わってくるんですか。入れ方は違いますね。であと1杯分のコーヒーの粉の使う量もみんな違うんですね。メリッタさん小さい1つの穴だと 8g だし、で3つ穴のカリタさんは確か 10g で、でうちは大きい1つ穴なんですけども 10から 12g、 コーヒーの量をたくさん使うようになってます。それはこう溜めて落とすやり方と通過させるっていうことに、まあまた違いますよね。基本のところはあるんですけども、まずコーヒーの粉を入れて蒸らすっていう行為はどのドリッパーでもしていただいて、でそこから蒸らし終えてからですね、器具によって、で器具ってメーカーさんによっては何回かに分けてお湯を注ぐんではなく、もうずっと注ぎっぱなしでしてくださいっていう、メリッタさんはそういうふうに多分書かれてたと思うんですけども、メリッタさんはちっちゃい穴、ちっちゃい穴一つですね。そうですね、の時は、まあ、ずっともうお湯を注ぎっぱなしで入れ続ける、入れ続ける。で、カリタさんは何回かに分けて入れましょう、三つ穴もかけて、そうですね。でハリオの場合は、うん、ずっと注ぎっぱなしでも大丈夫なんですね。うん、単純に今思ったのが、はい、ハリオだと円錐になってるじゃないですか、はい、で例えば台形があるじゃないですか、違うメーカーですね、はい、台形と円錐っていうのはまた何か違いがあるんですか。はい、違いがあります。この円錐形にしたっていうのは、例えばこの四角い紙を折ると、半分に折ってまた折ると、はい、なんか理科の実験の方式ってこんな感じで、はい、ああそこに入れてこうなんか物を抽出する、なんかろ過するみたいなってしませんでしたか、はい、なんとなく覚えてますね、はい、でハリオはもともとビーカーやフラスコって理化学機器を作っている耐熱ガラスメーカーなんですけど、あそうなんですね。あの今コーヒー器具のハリオになってますけど一応ガラス屋なんですけども、なのでみんなこう遊びでこういう理科の実験器具もあるので、コーヒーを入れてると紙を4つに折って、うん、理科の実験のように落とすと、あこれ理にかなってるな。でこの円錐形って、まあ、Y イコール X の事情みたいな放物線みたいな形ですよね。放物線の形してます、この上のところがですよ ね、 そう、上のところが、はい、でまあ、この自然にあるもので個数形としてはこういった円錐が一番理にかなってるんではないかっていう発想もあり、他社さんは台形だったんですけど、うん、うちは円錐形だよね。It's always been about me, myself and I. I thought relationships were nothing but a waste of time. I never wanted to be anybody's other half. I was happy staying out of love, it wouldn't last. That was the only
make me wanna say I do, I do, I do, 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 do. Yeah, I do, I do, I do, 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 do. Make me wanna say I do,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  I do love you. 都内のカフェにやってきた。いた、高橋さん。あ、どうも、N 博士。こちらはだ、雑誌コーヒー時間の編集長、高橋敦さんだ。高橋さん、美味しいコーヒーについて語ってもらえますか？はい、わかりました。よろしくお願いします。高橋さん、今ブルーボトルコーヒーってすごい流行ってますよね。そうですよね。春にオープンしてからもうね、大行列できるような感じになっていて、なんかテレビとニュースとかで見た時に4時間待ちだったりとか、ああいうの見て、ブルーボトルコーヒーっていうのはどういうお店なんですか？そうですね、アメリカの西海岸サンフランシスコが拠点のコーヒー屋さんですよね。で、今サードウェーブって言われてるんですけども、美味しい高級な豆を一杯ずつ丁寧にハンドドリップするっていう、まあ、そういうやり方を、まあ、日本の喫茶店文化を真似してということなんですけど、まあ、そちらを先生にしながらおしゃれにアレンジした、それがアメリカでのサードウェーブ第3の波なんですが、それが日本に波及して、この間春にブルーボトルコーヒーというお店がオープンしたということですね。第1号店が清澄白河にできたんですよね。はい、そうですね。変わった町ですよね。なんでそこなんだろうっていう、はい、ちょっと伝え聞く話ではあるんですけども、まあ、1号店清澄白河なんですけども、やっぱり基本的には焙煎拠点というふうに考えているようですね。焙煎拠点、はい、大きな焙煎機を置ける大きな建物ですよね。2階吹き抜けの天井がすごく高い建物なんですけど、まあ、そういう物件が清澄白河って、材木屋さんの倉庫が多かった町みたいで、まあ、ブルーボトルさんがそうかは分からないんですけども、そういう大きな建物の物件が必要だった、うん、じゃあ清澄白河自体っていうのは喫茶店だったり、まあ、カフェっていうのは多いんですか？そうですね、ブルーボトルさん来る前に何軒かのやっぱりそういう、自家焙煎をするカフェさんがありまして、逆に言うとブルーボトルさんの方が後から来られた。あ、じゃあもともとその自家焙煎してハンドドリップで入れるお店はもうあったんですね。そうですね、ありましたね。まあ、そういうことで界隈最近そのハンドドリップのきちんとしたコーヒーが飲める場所として注目もされてますし、で、皆さん仲がいいらしく、それぞれのお店を行き来してコーヒー飲んで研究したりとかされてるようですね。清澄白河がそのこのコーヒーで人気になるっていうのは何か理由があったんですか？そうですね、なんか美術館が近いからアートの街だとかいろんなこと言われるんですけど、実際どうやら我々が調べたとこによるとそうでもないらしく、やっぱり焙煎拠点としての大きな天井の高い倉庫がある。で、日本に何台もない大きな焙煎機が界隈だけで3台もあるそうで、でやっぱりそういうものが置ける。で、焙煎ってすごくコーヒーの匂いもするし煙がすごく出るんですよね。だからそういうのもあるから、なかなか都心の一等地にっていうわけにいかないわけですよね。だからなるべく都心に近いところで大きな箱の建物があるっていうので目をつけたのが清澄白河だったんじゃないかなと僕ら的には思ってます。なんかこう都内のコーヒー屋さんもそうなんですけれども、例えばちょっとコーヒーを飲みに行くために行く喫茶店とか、ちょっと離れてるけど美味しいコーヒー屋さんとかで、はい、高橋さんの中になんかこうおすすめの喫茶店とかってありますか？そうですね、おすすめはね本当たくさんあるんですけど、まあえてちょっと一つ挙げるとしたらですね、横須賀の方にカフェ月小屋っていうのがありまして。カフェ月小屋、はい、月小屋ってローマ字で書くんですけども、はい、そこはですね、割と若い人たちでやっていて、しかも車でしか行けないような、まあ、ちょっと港を背後にした丘の上にポツンとこう一軒家の日本家屋が建っていて、でそこでやってるっていう、
目指してじゃなきゃいけないような場所でやってるんですよね。あ、その駅前とか街中にあるっていうことではなくて、はい、結構離れてるところにあるんですよ。そうですね、もうなんかまるで別荘のようなこう茶室があったりして、あのどなたかの持ち物だった日本家屋みたいなんですけど、その建物を生かしつつ中でそのコーヒー屋さんをやっていて、で行く人はもう本当にそこを目指して例えば車で行ったりとか、そうですね、するぐらいの、はい、車で行くかもう駅から一生懸命歩くかっていうことになりますよね。山を登っていくっていうコーヒーを飲むために、そうですね、でも そこのオーナー、ね、店主の方はですね、やっぱりあのすごく研究家で、まあ、そこに焙煎機あるんですけども、あのすごくこう毎日当然湿度とかそういったいろんな条件であの味が変わってくるらしいんですけども、それをこう克明にメモをしていて、それ見せてくれたんですけども、本当びっしり字が書いてあってすごいんですよね。で、あの実際じゃあ豆買って帰ろうって言った時に、じゃあどんなのが好みですかって言って、こういやこん、まあ、いろいろこうヒアリングをしてくれて、それだったらこういう豆がいいですよとか、じゃあこっちも試してみますかとか、あのすごい親切に教えてくれるんですよね。だからコーヒー専門店の楽しさってそういうところで、やっぱり僕ら当然お客さんの側としては素人なわけですから、あのまあ、ワインのソムリエと一緒ですよね。偉そうにあの何年産の何くれって言っても、ね、化けの皮が剥がれるわけでそうじゃなくて素直に好みを伝えて、それにいいコーヒーを出してもらうっていう、そういう楽しみ方がいいのかなと思いますよね。じゃあちょっと本当にこう例えばドライブがてらにそういうところ行ってコーヒー飲むっていうのも楽しいですかね、はい、そうですね、いいと思いますよ。なるほど。三菱自動車ピートの不思議なガレージ。三菱の EK は踏み間違えても飛び出さない EK、 それが誤発進抑制機能、ブレーキとアクセルの踏み間違いなどでの急発進を抑制するから飛び出しません。前の車にぶつからない EK、 それが停車側域衝突被害軽減ブレーキシステム。街中で前の車にうっかりぶつかりそうになってもレーダーが検知して自動でブレーキ、衝突の被害を軽減します。2つの安心でダブルセーフティー。 EK はもっと EK に。三菱 EK シリーズ、詳しくはウェブで。金沢俊明です。私がアウトランダー PHEV を選んだ理由をお話しします。経済性重視のハイブリッドではつまらない、走り重視の SUV では燃費が気になる。でも PHEV ならどちらも諦めなくていい。平日は電気で走ってガソリンは一滴も使わない。週末は電気時々ガソリンでどこまでも遠くへ。全く新しいカーライフ、 PHEV ライフ。
私は PHEV に乗っています。三菱アウトランダー PHEV。 便利カーが戻っ、あら、屋敷の前だな。屋敷の前？え、なんでガレージじゃなくて屋敷の前なんです？いや、わからん。なぜかガレージの中が満杯だったんだ。え、うん、ちょっと行ってみましょう。ボッコさん、ボッコさん、うわ、なんだこの人だかりは。あ、しかも男ばっかりじゃないか。むさ苦しいな。博士、新一、お帰りなさい。なんだボッコ、この騒ぎは。私、博士に頼まれてコーヒー豆を焙煎したのよ。ああ、頼んだよ。そしたらガレージの煙を見て人が来たの。それでどうした？にっこり笑って私と一緒にコーヒー飲まないって言ったらこうなったの。いや、よくわかりません。ああ、つまりだ新一、ボッコの小悪魔機能が作動して男どもを引きつけてしまったようだな。何ですかその機能は。博士、私そろそろ充電が切れそう。切れま。ああ、ボッコさん止まっちゃいましたよ。それにどうするんですかこの人たち。まあこいつらの記憶は後で消しておくことにするけど、とその前にだちょうどいいな新一、今日勉強した美味しいコーヒーを入れるコツ、ちょっとこいつらで試してみろ。ボッコさん、早く一緒にコーヒー飲みましょうよ。はいはい、皆さん、ボッコの代わりにこの新一くんが美味しいコーヒーを入れてくれますよ。ちょっとやめてくださいよ博士。お前かよ、ふざけるな。わっさっきだってるな頑張って美味しいコーヒー入れろよ新一じゃあな。ちょっと何これ、つらい。三菱自動車ピートの不思議なガレージ、このお話はドライブアットアース三菱自動車がお送りしました。ここで番組からお知らせです。現在ピートの不思議なガレージでは番組キャラクターがデザインされたオリジナルパーカーを毎週3名様にプレゼントしています。番組ホームページのアドレスは tfm.co.jp/garage、 こちらからメッセージとパーカーの希望サイズ M か L かを送信してください。